どうも、92F です。今日紹介するのはですね、こちら。見えんな。こちら。オオカブトをね、紹介しようと思います。こちらね、今年の5月の終わりに羽化して、9月の初めにね、公職をね確認できたものになります。で、公職が確認できてね、成熟して活動を開始したんですけど、一つね問題が起きてしまいました。何が問題だったかっていうとですね、これね、買った時ね、幼虫ペアで購入したんですよ。で、オスは今どうしてるかと言いますと、こちらね、この撮影してるね、2、3日前にようやくね、サナギになりました。で、このね、サナギになった様子は、動画にね撮影しているので、またね後日ね、8日の瞬間をね、まとめて公開したいなと思っております。でね、この時点でね、羽化ずれ確定というかね、このオスが羽化して、公職始める頃にはメスがどうなってるかもうわからない状態なんですよね。なので、交尾させたりとか、ちょっと難しい状態になってきたんですよね。なのでね、急遽、まあ、このオスはもう使えないので、急遽ね、今回、こちら。こちらね、ビートルショップさくらさんより、オスをね、購入させていただきました。オス単品でね、お持ちじゃないか相談したらね、ちょうどね、公職も始まった個体がね、いるということでね、すぐ使えるっていうね、即ぶりのオスがいるということでね、分けていただきました。でね、今回は、このオスと、こちらのメス、これをね、交尾させていこうかなと思います。で、今回仕入れたオスなんですけど、おっと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 。めちゃくちゃ元気や。やべ。痛そう。あ、これ痛い。痛い。これ痛いんだよな。わかる？この、ネプとかサタンのね、特有のこの、特殊形状のなんす、ルアーの、ルアーみたいなね、足、これに引っかかれたらものすごい食い込むんですよね。これをね、ペアリングしていこうかなと思うんですけど、まあ、その前にね、このサタンの計測、オスをね、計測して、じっくり見て、それからね、ペアリングしていこうかなと思います。それではね、ちょっと準備していきましょう。はい、ではですね、まずはサイズの計測からやっていこうと思います。これね、手の上乗せるとね、痛いんだよね。はい、あー、めちゃくちゃ元気で痛い。ね、痛いけどサイズをね測っていこうと思います。これね、お尻が当たるとね暴れるん。うっそー、痛い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 。ここサイズはね85ミリ。痛い、これどうやってのけよう。うわ、痛い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 。サイズはね85ミリ。押すか押すか、あ、押したらいける。痛い痛い、
あ、痛かった。とにかくね、このネプとかサタンのね、この、鍵爪のようなね、足。とにかく痛いんですよね。とりあえずね、一番、最初のね、一番最初、あ、もうここ書いてあるじゃん、サイズ。まあいいや。まあ一応ね、確認ということでね、サイズ計測しました。じゃあね、今からね、カメラのね、アングルを変えて、このオスをね、ちょっとじっくり見ていこうかなと思います。といった感じでした。この虫はですね、20年ぐらい前はね、兜の最高峰って言われてたぐらいなね、希少の兜だったんですけど、今はね結構出回ってね、お求めやすいサイズ、違う、お求めやすいねお値段になってましたけど、20年から25年前ぐらいはね、25万とか20万はしてたような気がするかな。まあそれぐらいね、高かった虫だったんですけど、まあいつかはサタンっていうぐらいね言われてた虫だったんですけど、まあ今はねこんなねお求めやすいお値段になってね、なんか寂しいもんもありますけどね。ただね、こんなにねオスメス本来なら浮かずれしたらね、昔だったら絶望的だったんですけど、まあ無事にね、オスを手に入れられてね、良かったかなと思います。ではね、この次の動画では、ペアリングと産卵セットを組んでいくね、動画をね、お送りしたいと思ってますが、今回の動画はね、一旦これで終わろうと思います。気になる人はね、チャンネル登録とね、高評価ボタンを押していただければなと思います。ではね、次回の動画でまたお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。